はい、ということで、ざれごと、たわごと、よまいごとの MTF SRS 熟女、52歳の村田理香です。今日はですね、7月の25日の日付です。ちょうど数日前、ベロベロに、はい、酔いどれて久しぶりに泥酔しましたね、あんな不思だらな格好しちゃいけないでしょう、お酒の力って怖いですね酔いどれライブバーチャルスナック理科、お付き合いいただきましてありがとうございました本来は3時間の配信なんですけど、気がついたら5時間近くという大変酔っ払いました今日は安心してください。シラフです、そしてシラフ の YouTube の動画、MTF SRS 熟女になってからは、初めてですね、改めてご報告っていう形を取らせていただければと思ったんですけれども、その数日前の、酔いどれライブバーチャルスナック理科でもう散々話してますから、まあ、あちらをご覧いただいたら分かることではあるんですけれども、私 その経緯としてですね、まあ、今戸籍性別完全に女性になりましたから、まあ普通に女なんですね、性別。ただここに行き着くまでは長い長い道のりだったんですけども、ある意味、覚悟を決めている茨の道ではあったんですけど、まあ長かったといえば長かった。女性名の改名、村田理香という名前はもうすでに、10年前に本名になってましたので、家庭裁判所の方に審議して、審査していただいて、取得して、理香という女性名、そこからですね、それまではそのスタートが、私ニューハーフっていうふうに自分自身名乗り出したのが、ニューハーフのデリバリーヘルス嬢としての仕事を始めてからなんですよ。その時に初めて女性ホルモンの、投与も開始したぐらいなので、その遡って1年ちょっと前ぐらいまでは女装だったんですね。普通に男性として生活をして、いわゆる A 面 B 面みたいな例えになりますけれども、まあ、夜な夜なお化粧して割とその変態的な方の女装ですね。まあ自分を美化するっていう目的もなくはないんですけど、まあ、当時からの全てを失って会社経営なんかもしてたんですけれども、それも全部失って、奥さんも失って、3人の子供も失って、6畳一間のボロアパートに追い出されるような感じで、本当にくすぶった人生になってしまってたんですね。そこでやっぱり基本的に女性のことが敬愛できる人ですから、まあ、当時は敬愛ではなくて愛欲でしたけれども探求していく中で女装というのに目覚めて、まあ、女性は私の中の哲学としては、周知美ある、ある意味、メスであれっていうぐらいな、まあ、もともと男のなのでそういう偏ったよく男の人にありがちな、はい妻であれ女であれ、母であれ、そしてメスであれ、もっと言っちゃうとおもちゃであれぐらいな気持ちで、はい、それを自分で叶えていくっていう形が変態女装のスタートだったんですね。なので40歳ぐらいまでは普通に大和男子マスラオとして生きて
いましたから、別に心が女っていうわけではないので、今も心が女というふうには私自身自認してないんですけども 自認してなくても、女性に慣れてる人なんですけどね まあそこからニューハーフを始めて、で女性名の改名を終えて、女性名改名を終えてからずっと昼間のお仕事をですね、まあ、ニューハーフがゴールではないので、当時から、女装ももちろんゴールではなかったですし、女性に近づきたいっていう気持ちからですね、MTF、メールトゥフィメールですから、自己女性化、まあ、愛好性分みたいな言い方ですよね。なので私の中では女体化をしていくことはあんまり関心なかったんですよ。なので当初から、今もそうなんですけど、無整形で無美容なんですね。エステ1回も行ったことないですし、美容整形なんて注射の1本も打ったことないので、当然市販でよくこういうところにシワ隠したりたるみ隠したりとかっていうのありますよね。そういうのも全くやってないです。パックすら使ってないので 以前にお見せしているチフレオールインワンジェル、それ1本だけです 安上がりな なので、あんまりその綺麗になろう、女体化をしようっていうのはあまりないですね。ただ女体化ではなく女性化をしたかった。社会の中で、女性としてきっちりと認めてもらって、女性として生活したかったっていうところですね。で、改名から5年経って睾丸の摘出、どっちも GID の診断書なしでやれちゃったっていう、ちょっと奇跡的な人なんですけど、本当はないと多分どっちも多分できないし通らないしっていうところなんですけど、まあ女性として生きたいんですっていう。別に綺麗になろうということでなく、まあ、再三再四、私のテーマですのでお伝えしますけれども、品行方正に、貞淑に、謙虚に、つつましやかに、あでやかに、たおやかに 大和な貞淑をよろしくな、たおやめ、まあ、縁の下の力持ちというか、内助の功というか、死の影を踏まずみたいな、まあそんな私の中で持つ日本人女性らしくありたいな、まあ、多分そういう女性が大好きなんですよね。まあ、でも実際現実にいないってことも分かったので、だったら自分でやっちゃおうっていうところからですけれども、そういったところですから GID ではないんですね、そもそも。で、5年前に睾丸摘出してずっと昼のお仕事を続けて、ちょうど今年2019年6月の10日に、SRS、増術はしていません。これが私が年齢が20歳そこそこぐらいであればね、2、3年ぐらいの、ダイレーションを頑張って我慢して、使える女性器になって、成功ができる女性器を、体に持って、その後の人生をってことも考えられたんでしょうけれども。まあ、何せ52歳ですから、まあ、それに早く社会復帰したかったので、膣まで作ってしまうと完治するまでにやっぱり時間かかるんですよ。で、その後の生活もやっぱりダイレーションを日々行っていかなきゃいけないので、正直言って普通の多分昼の仕事できないと思います。普通に今口頭で口約束ですけど休職中なんですね。ただ会社的にそれが手続きできないので退職っていう形にとってますけれども、また普通の昼の、仕事に戻ると思います。なので早く現場復帰したかったので、増術もしませんでした。まあ、それに年齢的な問題もあるので、今から2、3年ダイレーション頑張るっていう 自信もないので、それにまた別の、理由で、まあ、ずっとニューハーフのデリバリーヘルス、あるいは箱ヘルの時から、後ろの方を私は自らの、女性器というふうな位置づけをしてますので、そこにもう性感が備わっている人なので、
前の穴はないけれども、はい、後ろで十分満足できます。そしてお相手の方も満足させられると思います。ちょっと脱線しましたけど、で6月10日に手術をしてからまた改めて、もう全部国内ですので、愛知県名古屋市のフローブクリニックっていう、ところですね。TID カウンセリングももちろん受けました。ただもう10年間の村田理香の女性名を獲得してからの、いわゆるその実績というか既成事実がありましたので、まあ先生曰く、うん、理香さんは結局深層心理というか潜在的に女性なんだね、と、女性だったんだね、ずっと多分マセラを出なきゃいけないっていう、その拘束というか縛りというかその責任をずっと背負って多分生きてたんだろうね、よく気づいたねみたいな感じで、早速すぐ GID の診断書出ちゃいましたけど、わずか足らずのカウンセリングで、でまあ手術ができるんですね。で当然手術が終わって、診断書も揃いましたので、家庭裁判所に、今度は、審判ですね、はい、戸籍性別女性の、その審判を審議官に面談していただいたのが、7月の9日です。7月の9日に時間はだいたい1時間ぐらいの、面談だったかな。審議官ですから裁判官ではないので、その審議官が私との面談と資料を裁判官に持ってって審判を仰ぐっていうことになるんですけど、年齢的には多分私よりももう15、20ぐらい、年上の方、ご年配の方でしたね。全部の面談が終わってから単刀直入に言われました。あなたのような方を面談するのは初めて。今まで数々の方の面談をしてきたけれども、年齢的にもその52歳という年齢で、そこから今から女性に、今まで経験私もないんですよっていう話、率直に感想を聞かせていただきました。ただ私から思うのは、その GID のそのことに関して踏み込んだことは私は知識もないのであまりお話はできませんけれども、ただもし若い方で、私は女性なんだ女性なんだっていうある意味自己暗示をかけて、それでメンタルクリニックを通い続ける中に、ますますその自己暗示、思い込みはどんどん強くなると思うんです。もちろん思い込みだけとは言いませんよ。どうぞその長いカウンセリング期間で、そこで培うっていうことも実際あるんだろうとは思うんですけど、そんなに男性じゃないっていうふうに、決めつけてしまうのは、早いんじゃないかななんていうふうに私も思っています。いやいやでも無理で辛くて苦しくてであれば別ですけれども、どうでしょう、私のように全力で男道を、愛する、女の人、愛する女性のために命がけで働いてみるってことはどうでしょうか。経験してみたらそこから何か得られるものがあるかもしれないです。そして我が子を持って、家庭を豊かにしていこう、そのためには、自らの骨身を削ってでも、多分その女性が持つその母性の本能と男性が持つ父性の本能と方向性は一緒なんですけど、ただちょっと違うと思うんですね、そのあたりに関しては。それをずっと私はやり続けた上で、やってやってやってやりきって、でも私が求めていたのは自らが女でありたいっていうことだったのかなっていうところに
来たので、まあ若い方が多いっていうふうにおっしゃってたその新刊の方には、そのようなことをお伝えしました。新刊の方曰く、村田理香さんのその考え、本当に考えさせられるね、そうかもしれないね、まあ、新刊の方も男性の方なんで脳みそ男ですから、私も男なので、そこは共通認識、同じ価値観を多分持ってたと思うんですね。まあ、ここが脳みそなんですは男なんですけど、まあメンタルをかけていただいたその、名古屋フローブクリニックの先生曰く、その潜在的にやっぱり女性だったんだなっていうところで診断書が出てるので、まあ、心は私はそうなのかなそうなのかな半信半疑の部分はあるんですけど、でもやっぱりそうなんだろうなってそうじゃなかったらいともたやすく男性を受け入れられる自分って不思議だなと思いますからね。40近くまでそれこそ決して悪口ではないんですけど、私昔からおかまさんとか女装さんとか大嫌いだったんですよ。気持ち悪いぐらいな、そのぐらいの目線を持ってて、そういう人と会っても本当にこう軽蔑目線で、女装さんとか昔は男の子ってカテゴライズがなかったので、偽娘とかもないですから、もう本当に毛嫌いしてたんですけど、そんな私が変態女装から始まると、そしていともたやすく男の人を受け入れて、その受け入れたことによって、なんだろう、満たされる思いが生まれてしまうっていうんだからやっぱりフローブクリニックの先生がおっしゃるところが真相なんだろうなと思ってます。まあ、それで9日の日に新刊の方に、その面談をしてから、なんと翌日です。日付が7月10日日付で審判が下されました。裁判所から、本日をもって村田理香さん戸籍女性となりましたと。ただ役所手続きが10日ぐらいかかるということで、実は今日15日かかってるんですけど、まだ国民健康保険証とか送られてないんですね。まだ今持ってるのはですから性別男のまんまのやつなので、さすがにそれだとちょっと普通に婦人科に行けないので、もう婦人科行ってやっぱりホルモンを数値測っていただいて、ホルモン投与しないと、私ホルモンがない人ですから死んじゃうので、できればね3割負担でいただきたいじゃないですか。経済的に全然違うので、ちょっとまだ待ってるんですけども、ただまあ7月10日から、女性になりました。いずれお見せできると思います。性別が女っていう記載になっている国民健康保険証とか、あとマイナンバーカードとか、あと住民票とかですね、ぜひともですね、私女体化を全然考えてない人なんです。包茎もしてませんしね、当然美容整形も何も一切してませんから、それでも、まあ、この程度ぐらいには整形も何もしなくても、お金をかけて生きてなくてもなれます。ずっと 14、5 万ぐらいのフリーターアルバイター生活を続けて10年で、まあ、最も村田理香と集中 AV なデートって今も続けてますけれども、野外集中をメインとした AV 撮影モデルというライフワーク、これがあった頃こそ、それこそ月1万の貯金ができれば10年で120万じゃないですか。なんとか手に届くんですよ。そうですね、本当に女体化ではなく、本当に女になれるんだ、それこそ村田理香さんのように公言して、もともと趣味の変態の女装、ただの趣味女装ですな人でも、きちっとプランを立てて10年計画でしたけれどもね、道筋さえ間違えなければ到達できるんだっていうことが多分これで証明できたと思いますので、ある意味私は MTF、究極の MTF、 それは何ぞやと言ったら
女になること、女性化です、女体化ではないです、女性になることじゃないかなとも思ってますので、迷ってる方、大手を振って正々堂々と戸籍女性で生きていきたいっていうふうに思われる方、場合によっては私のように人生半分は男、そして残り半分は女、どっちも全力で楽しむ、一回の人生で一粒で二度おいしい的な、それもありなのかなという方は、ぜひ私を参考にしていただければと思います。はい、ということで、シラフでこの間はもう本当に、ほろ酔いはまあいつも通りで、酔いどれるのもまああることなんですけど、さすがにこの1ヶ月の中で、やっと傷口も癒えて痛みもほとんどもうない状況で、ここまで到達するともう酒もタバコも感染解禁状態っていう風に勝手にハメを外したので、まああんだけ黒霧島ね掘りまくればね、それはまあ泥酔しますはい、ということでまずはご報告のムービーですね、それから今後ですね、このシラフムービーというか、タイトル的には酔いどれライブってつかない、普通のこのムービーで多分正真正銘って言い方おかしいんですけど、じゃあ私が偽物かっていう話になっちゃいますから、そういうわけではないんですけど、本来その心が女の人 GID っていう方ですよの、で SRS をして今女になってるっていう方の YouTube いっぱいあると思います、多分でも視線がですね、私もよく拝見するんですけど、欲しい情報じゃないんですよ、知りたい情報じゃないんですね実は。なんでそのあんまりこうピンとこないというか関心持ってないかというと、私のここは男だから関心があるところはそこじゃないよっていうところだったりするんですよ。なのでそこら辺のところは生々しい、お話を、ポツリポツリとお伝えしていきたいと思います。まずちょっとした前振りなんですけれども、増術をしてない、SRS で得て、私1ヶ月今と10日ぐらい、1ヶ月と、いや2ヶ月は経ってないんですけども、ものすごい性感が上がっちゃいましたなんか心なしかちょっと女っぽい顔立ち、目つきになってません？もう毎日止まらないんですよ、一人のことが。それもありなしのニューハーフだった時の一人の時間ってそんな何回もしなかったんですよね。まあ一日一回やったら一回なんですけど、今もう本当に平気で3回とか4回とか5回ぐらい一人でずっと止まんないんですね。本当に、よく同人誌とかで言われますけど、勘落ちみたいな。もう本当にもう覚えちゃってというか、あこんなに前から使っているね後ろの方ですけども、ね、こんなに気持ちよくなっちゃって、もうどうしようっていう女になってよかったっていうふうに今つくづく思ってます。それが理由で女になるの？なんか不粋じゃないとか、ゲスじゃないとか、フラチじゃないとかっていうふうに思う方いっぱいいると思います。それが脳みそが女の方だと思います。ところが変態女装上がりのここが男の人はやっぱりそういうところとっても大事じゃないですか。ね。だって今まで使ったものどうなるのとか、で前はどうなるのとか、体どうなるのとか、はい、そのあたりのところはぐいぐいと今後踏み込んでお届けしたいと思います。皆さんからも、ここどうなるのなんて興味津々なところありましたら、ぜひとも遠慮なくお伝えください。はい、ということで、今後ともよろしくお願いします。そして YouTube ずっとかれこれもう200本ぐらい私実は上がってるんですね。
10年ぐらい上がってますから、まあ、でも広告収入ないんですけど 月2ドル とてもじゃないけど YouTuber じゃないです。月2ドル ちょっと後ろでなんかやってますけど、ガーッと音聞こえますけど、ニューンと聞こえてますけど、ずっと言い続けてるのは私自身が自分に言い聞かせてるっていう意味でもありましたけども、ぜひとも皆さんも MTF として究極になりたい、女体化ではなく女性化、戸籍もちゃんとがっちりと正々堂々と女として大手を振って、お日様の下に、歩きたいと、思う方へ向けてのメッセージでもあったんですけど、諦めないでです。 Never give up です。私はもうずっと諦めないで、はい、もうそのなるために、コツコツと、既成事実を、昼間の仕事で女で働くという既成事実をずっと積み上げてきました。慣れると思います、皆さん。はい、これからも私は諦めないでは、 Never give up は、お嬢するまで変わりませんので、はい、ではエンディングトークです。MTF SRS 熟女52歳の、はい、皆さんもご一緒に諦めないで、はい、的な、村田理香でした。ではでは。